そしてホークスはクライマックスシリーズへ。ファーストステージ鍵を握るのはこの男、ファンが選ぶ来シーズンのブレイク候補、名付けて若鷹総選挙。これを見ればあなたの一押し若鷹がわかるかも。今夜のトベトベホークスはこの選手。福岡ソフトバンクホークス大津亮介です。プロ1年目ルーキー大津亮介投手、チームでは優しすぎていじられ役。見てねー。昨日パリーグ全日程が終了し3位が確定したホークス、本拠地でクライマックスシリーズ開催とはなりませんでしたが、最多安打のタイトルを獲得したキャプテン柳田がチームを盛り立てます。藤本監督がポストシーズンのキーマンに指名したのは盗塁王周東。一番バッターとして大暴れしてもらいましょう。その周東をホームに返すのが自身初のホームラン王、打点王に輝いた近藤、今日直撃しました。いや実感ないですよ、まさか、はい、まさかって感じですね。シーズン前から考えるとファンの皆さんもそうですし、僕自身も予想してなかったんで、はい、不思議な感覚であります。奇跡としか言いようがないです。いや奇跡というかもう実力ですからね、素晴らしいタイトルでございますけどもね。タイトル確定しました、うん、近藤選手がホームラン王と打点王、さらには最高出塁率ということですね。そして柳田選手が最多安打、周東選手が盗塁王ということで、うん、そしてホークスはシーズン3位でフィニッシュしまして、土曜日から千葉でクライマックスシリーズを戦うことになりました。初戦の先発はスチュワート投手と予想されております。まあ、ここから下克上ですもんね、これは期待したいと思います。そんな中来シーズンブレイクが期待される若鷹を大調査しています。ホークスファンが期待を寄せるネクストヒーローは誰だ。シーズン143試合を終えたホークス、クライマックスシリーズでの逆襲を誓う中、今シーズンは多くの若手選手たちが大気の片鱗を覗かせてくれました。そこでモモスポはファンの若鷹への期待度を大調査。これから高く高く羽ばたいていく未来のスター候補を先取りしちゃいます。名付けて2023年若鷹総選挙。まずは第3位、結構長打もあってマッチの後継者として頑張ってほしいなって思います。元気いっぱいだからです。増田選手、増田です、選手です。増田。第3位は厚尾魂を受け継ぐ元気印、増田修。4月19日のライオンズ戦でホームランを放つと、本家厚尾に見せた増尾パフォーマンスを披露、攻守に発するプレーを見せチームを盛り上げてくれました。来シーズンはペイペイドームでマスオパフォーマンス頼みますよ。続いて第2位、強打の捕手ですかね、よく打ってよく守る素晴らしい選手だと思います。今甲斐選手だったり峰井選手だったりがこう引っ張っていっている中で、そこに負けないようなこうホークスを強くするようなキャッチャーになってほしいなと思います。渡辺陸くんです。渡辺陸選手です。第2位は強打のキャッチャーとして期待される渡辺陸。今シーズン1軍出場はありませんでしたが、ファンには鮮明な記憶が残っています。それは昨シーズンプロ初のスタメン出場を果たした広島戦、2打席連発を含む3安打5打点の大暴れ、力強いバッティングで次世代の正捕手を狙います。そして第1位は、これからの若鷹、まあ、鷹軍団を背負っていく期待のホープだと思います。すごい
なんかフレッシュな感じでなんか見ててなんかニコニコしてて可愛いので井上選手です。井上選手ですね、井上選手、井上智也選手です。堂々の第1位は3年目の内野手井上智也。今シーズンは9月に1軍昇格を果たすと初スタメンの試合できっちりプロ初安打をマーク。多くのファンにブレイクへの期待を抱かせました。ファンの方にですね、これもう活躍するであろう若田が誰だと言ったらもうダントツで井上選手でございます。おめでとうございます。いや嬉しい嬉しい嬉しいですか。いかがですか、この聞いて。そうです、まあ期待されてるので、うん、それに応えれるように、まあ、このオフしっかり取り組んでやっていきたいです。うわ、はい、いや、これ良かったなっていうのあったりします。日ハムの最終戦、三振した打席なんですけど、はい、その打席で、あ、いけるっていう、で、あ、いけるっていう。なんと、ターニングポイントは意外にも三振した打席。これを機に打席での迷いが吹っ切れるようになったそうです。ちょっと変化球多くて、まあ、その迷ってる感じだったんですけど、しっかりボールに入る、まあ、指導早くしたら、しっかり入れた。この1球で覚醒へのきっかけをつかんだ井上選手。三振してもただで終わらない、大物感たっぷりですね。その打席で熱い打てそうやなと思ったら打てました。この三振の後、出場した3試合で続けてヒットを放つと、ついに待ちわびた瞬間がやってきます。デビューから31打席目でプロ初ホームラン。待望の右の大砲候補の出現にファンの期待も高まります。若田が総選挙1位、ありがとうございます。まあ、その期待に応えれるように、頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、というね、もう大活躍でしたから ね、 ね、もう来シーズンとも言わずね、もう CS で大爆発を、ね、期待しましょう。